バーチャルーゲーマーです。最近は薄いちゃんって呼ばれてる。バーチャルーゲーマーの、バチャ、宣伝絵はがきのコーナー。本日の絵はがきは、賛美風景、戸賀の大橋。通信面の横線が、3分の1を区切るように引かれている絵はがきは、参考サイト様によりますと、明治40年4月から、大正7年3月までの発行だそうです。でもって賛美というのは、京都の一地域の通称だそうで、中心市街地から北西に外れた山あい、高尾山神護寺、戸賀の大山鉱山寺、牧野山西明寺の、三山が位置する一帯を、尾が三つということで、そのように呼ぶそうです。一つ、尾が混ざっていますが、さて、そういう場所が実在するので、この宣伝絵はがきの写真は、多分、この辺、戸賀の大山鉱山寺付近にあったもの。鉱山寺は、かの鳥獣人物戯画を所蔵するお寺さんで、大正以前から人気を集めていたことがわかりますが、この橋があった場所は、ネットで調べた限りでは、いまいちはっきりしません。そもそも、見たところ木造橋のようなので、これ自体が現存しているはずもなく、案の定、透明の橋梁は見つかりませんでした。映り込んだ石垣なんかは、割と残ってるかもですので、撮影地点は、現地で河原に降りて探せば、割とあっさり特定できそうな気もしますね。なお賛美に現存する橋の中には、こういった、戸賀の大橋と似たシルエットのものもありますので、この現存する橋梁も、かつては戸賀の大橋と同じ構造だったのかもしれません。かなり妄想。とまあ、それはそれとして、今日、絶対お目にかかれない感じの橋梁です。構造としては、木造スパンドレルブレイスドアーチ。つまり、路面の下にアーチがあり、アーチと路面の間がトラス構造の橋梁に見えます。特徴的なのは、ハウトラスが採用されている点。これは、斜めの建材を、ハの字に設置したトラスで、もっぱら、木造の橋梁に使われる組み方です。この橋梁が木造であると考えられる根拠の一つですね。もう一つ面白いのが、垂直材にワイヤーらしき素材が使われている点で、これは構造としては合理的ではあるのですが、現代の日本国内ではそうそう見られない組み方です。木材とワイヤー、最低限の素材で作られたハウトラスのアーチ橋梁、絵はがきになるのも納得の美しい風景です。台風でも来たら、一発で吹き飛びそうだけど。いや綺麗だよこりゃー、ということで、最後にゲームで橋梁を再現し、成立する構造だなーと、納得して終わりましょう。できた薄。斜め材の数や、アーチ、桁の処理など、もちろん完全再現ではありません。この再現は、ハウトラス部分の構造に焦点を当て、その合理性を、なんとなくシミュレートするものです。斜め材の角度の付き方が、アーチに合わせて少しずつずれているのが、芸術的ですね。もちろん成立。車も通れる。と。そういった橋梁の絵はがきです。いいでしょう。左下に、もみじのスタンプが押してあることからもわかる通り、一帯は今でも、紅葉の名所だそうで。紅葉&橋梁の痕跡ウォッチングっていうのも、オツかもしれません。どなたか、頑張ってください。バーチャルーゲーマーの薄いが、ゲーミングトピックをお知らせしました。バイバイ。